話せるか？ようアルゴ、何か新しいネタでも仕入れてきたのか？まあな、とはいえいい話じゃないんだ。構わないよ、聞かせてくれ。どこから話すかな。まずブルーカーソルの話は知っているか？このゲームに実装されている新しいルール、非戦闘状態である NPC への攻撃を行った場合、そのプレイヤーはブルーカーソルになる、だ。プレイヤーがプレイヤーを攻撃することで発生するオレンジカーソルがあるが、それと同様だ。カーソルの色が変わってペナルティが課せられるのもオレンジと同じだったな。ペナルティの内容については知っているか？もちろんだ。戦闘可能な NPC や非アクティブのモンスターからも常に攻撃対象として狙われ続ける。かなり厳しいペナルティってわけだ。なんせ大抵の町や村には入り口や中に衛兵 NPC が立っているんだ。近づいただけで袋叩きにされるよ。このゲームの戦闘可能な NPC ってものすごい高ステータスなんだろ？ああ、早い話が単独プレイヤーはどうあがいても勝てるようにはなっていないんだ。非道徳的な行為はどこの VRMMO も基本的にご法度だが、オリジンはそれがより顕著ってことだな。加えてブルーカーソル相手に他のプレイヤーが攻撃をしてもペナルティは課せられない。そこはオレンジプレイヤーと同じなのか。つまり通常プレイヤーからも襲われるリスクがあるわけで、これはもうまともにゲームを続けられなくなる状態だ。それでいい話じゃないっていうのはブルーカーソルのことじゃないんだろう？
まあ多少関係してるから話したまでで、本番はここからだ。これだけの保護をされている NPC だが、もしその NPC の体力が尽きたらどうなるか知っているか？それは一定時間後に元の位置にリポップするんじゃないのか。一般的なゲームはな。一般的ってしないんだよ。このゲームではいくら待っても NPC が復活することはないんだ。正式には元の NPC が復活しないというのが正しいがな。それはどういう意味だ。言葉のままだ。前の NPC は消えて、全く別キャラの NPC がポップするのさ。いなくなった NPC の代わりを補填するかのようにな。つまり全ての NPC がユニーク設定されてるんだ。その話に興味を持って、実際どこまでそうなのかを試すプレイヤーまで出てきているんだ。試すって、まさか意図的に NPC を手にかけるってことか。もっとも、そんなことをしたらブルーカーソルになるから、気軽に NPC 殺しを行うプレイヤーは少ないけど、見返りの経験値が多いだの、レアアイテムが手に入るだの、噂につられて NPC に手を出すやつも後を絶たない。いや、でもそんな噂なんて。ああ、まずデタラメだろうな。実際に報酬を手にしたプレイヤーを見たことはないし、そもそも噂の内容に信憑性がない。でもそれを信じて NPC に手を出すプレイヤーもいる。そういうことだ。あ、もしかして武器屋の店員が変わったのは。女性 NPC だったあの武器屋だろ。あの武器屋では店員をフィールドに連れ出せるクエストがあるんだ。なんで NPC が変わったのか、しばらく理由がつかめなかったけどな。なぜ元のキャラがリポップしないんだ。わからない。そういうゲームなのか、それとも他に原因があるのか。どちらにしても NPC にとってここは死んだら元に戻ることのないデスゲームそのものだ。 NPC にとって。それで今プレミアはどこにいるんだ。一緒じゃないんだよな。ああ、そうだけど。だったら俺っちも手伝うから急いで探すぞ。探すって、なんで。いや、そういうことか。プレミアもフィールドに連れ出せる NPC だ。手分けした方がいいな。俺っちは向こうの区画を探してみるよ。頼む。プレミア、どこにいるんだ。プレミア、アスナたちとも一緒じゃないみたいだし、プレミアがよくいる場所といったら、あとはショップが並ぶエリアか。くそ、ここにもいないか。おーい、ハルゴ、プレミアの情報をつかんだぞ。どこぞのプレイヤーと一緒にフィールドに急ごう。まだそんなに時間は経ってない。よし、わかった。ほら、おとなしくしてろっての。聞こえたか。はあ、この先だ。このプレミア、なんだよ、誰だお前。その子は非戦闘タイプの NPC だ。彼女を攻撃してどうするつもりなんだ。どうするって、実験だよ。このゲーム、 NPC がリポップするときキャラが変わるって知ってるか。その NPC ステータスもおかしいし、クエスト報酬もしょぼいだろ。リポップさせたら治るんじゃないかと思ってよ。そいつは随分と手荒い方法だな。おいおい、あくまでリポップさせるだけだって。ところでブルーカーソルになったようだが、あ、
ブルーカーソルっていうのか、これ。そいつを切りつけたらカーソルが変わったんだけど、そういうことか。なんだ、知らないのか。チュートリアルはちゃんと見ておくべきだったな。どういうことだよ。なんだ。ブルーカーソルになったプレイヤーはペナルティとして常にモンスターから攻撃対象として狙われるんだ。なんだよそれ、冗談じゃねえぞ。ちなみに街に逃げようとしても衛兵 NPC に狙われるから行かない方がいいぞ。今のところモンスターのいないダンジョンに逃げるのが唯一の得策だ。今回は情報量をタダにしといてやるから、さっさと失せな。くそ、意味わかんねえよ。なんだよブルーカーソルってよ。プレミア、大丈夫か。はい、大丈夫です。NPC がリポップしないと聞いて試そうとするプレイヤーは他にもきっといる。プレミアにだってまた今回と同じことが起きる可能性は十分にあるんだ。だからといってクエストでプレイヤーについていくなというのは。ただどうしましたか、プレミア。聞いてほしいんだ。はい。君に火がなくても今回のように襲ってくる人がいる。私に火がなくてもですか。俺には、そしてそれを止める手立ても。そうなのですか。けど君が傷つけられるのは、だから君のことは俺が守る。つまり私を心配してくれていますか。ああ、そういうことだよ。そうですか。人にはあなたのように心配してくれる人もいれば。わかりました。では守られることにします。任せてくれ、プレミア。プレミアちゃんがプレイヤーに襲われたって本当？ああ、フィールドに連れ出されてな。ひどいよ、プレミアちゃんは何も知らずついていっただけなのに。ゲームだからって理由で片付けたくない話よね。ほんと許せない。なんでそんなことをしなくちゃいけないの。それなんだけど、みんなにも知らせておきたい話があるんだ。わざわざこうしてみんなを集めるくらいだもの、ある程度の覚悟はできているわ。うん、聞かせて。 NPC に関する話なんだけど、このゲームでは NPC の体力が尽きた時リポップしない。それってつまり。ああ、何かの間違いじゃなくても。間違いじゃない。俺やアスナ、シノンもすでにこの目で確認してる。確認？まさか。武器屋にいたはずの女性 NPC だよ。そんな、なぜ。このゲームはそういう設定なの。それについては私から説明します。このゲーム、オリジンでは全ての NPC に対して AI が付与されています。AI とは、コンピューター上で人間の知能と同様の処理を実現させようとする技術。通常の NPC は、あらかじめプログラムされたことを処理しているに過ぎません。ですので、NPC に関係のない話をしても、反応を返さないようになっています。確かに他のゲームの NPC ってそうだね。しかし AI 化された NPC は様々なことを学習し、データを蓄積して最適な反応を返すようになります。私やストレアも AI を搭載したプログラムですので、蓄積したデータをもとに
反応を作り出しているんです。へえ、じゃあこのゲームの NPC はみんなゆいちゃんたちみたいな反応をするってことなんだ。ただ蓄積できるデータ容量に違いはあるのですが、どちらにしても AI 化するとその NPC はユニークな存在として扱われるようになるんです。そしてこのゲームではそのユニークな情報を再コピー、リポップさせることを禁止しているのです。つまり代わりのいないこの世界で唯一の存在に。だから死んでしまってもリポップすることがないんだ。そんなことになってんのか。にしてもなんでこのゲームの NPC には AI がくっついてんだ。何でも何もオリジンは元からそういう設計なんだ。元から？どういうことだ。この話をセブンに話したら教えてくれたんだ。 AI を搭載したプログラムが人間相手にどの程度応対できるのかデータを取るためにこうしたらしい。なるほど、これもプロジェクトの一つなのか。ってことは NPC がリポップしないっていうこの状況は修正されねえわけだな。当然だけど、プレミアちゃんも他の NPC と同じ扱いなんだよな。私とユイは通常の NPC とは違う位置づけだからリポップしない問題には影響しないんだけど。ですがプレミアさんは間違いなくこのゲームのクエスト NPC というカテゴリーに属しています。他の NPC と同様に命を落とした場合は今のプレミアさんはもう二度と。そう、この世界オリジンは彼らにとってデスゲームそのものなんだ。そうなりますね。実はみんなに話しておきたいことがもう一つあるんだ。いいよ、聞かせて。このゲームを始めてすぐのことなんだけど、変なメッセージが届いたんだ。変なメッセージ？今見せるよ。 I'm back to Aincrad。 Aincrad？ これってどういうこと？なんでその名前が出てくるの？一体どういう意味なんでしょう。差出人の C というのに心当たりは？わからない、誰かのいたずらかとも思ったんだけど、でも NPC がリポップしないって話を聞いてもしかしたら関係あるんじゃないかと思い始めてさ。 NPC にとってデスゲームであるこの状況とかつてデスゲームであったアインクラッド。じゃあメッセージの差出人って。ありえないよ、だって団長は茅場明彦は。そう、 SAO を作り上げたヒースクリフ。うん、でもそれなら一体誰が何の目的でメッセージを送ってきたんだろう。念のため運営に知らせておくってのはどうだ。いや、それはやめておこう。このメッセージ実はこのゲームで初めてプレミアを見かけた時に送られてきたんだ。じゃあメッセージを送ってきたのって。さすがにクエスト NPC がメッセージを送るというのは無理だと思う。だけど本当に無関係なのかどうかもわからない。最悪プレミアの存在が運営に知られてしまう可能性もある。そうしたら異常な NPC として削除されるかもしれない。前にセブンちゃんが言っていたことだよね。ああ、だから今はこのまま様子を見ようと思う。そうだね。くー、リポップしない NPC に設定のないプレミアちゃん、それに加えて謎のメッセージまで送られてきて、ベータテストとはいえどうなってやがんだこのゲームは。それにしてもあんたらしいとはいえあまり褒められた話じゃないわね。また問題を持ってきてってことか。そうじゃないわよ。なんで今までメッセージのことを黙っていたのかって言いたいんだよね。
それは。みんなにもしものことがあったら、そう思ったんでしょう。ごめん。単なる間違いかもしれないメッセージ一つで、ずっと一人で悩んでいたわけね、あんたって人は。あのね、君がみんなを守ろうと思うように、私たちだって君のことは心配なんだよ。一人で何でも抱え込もうとしないで。アスナ。言っておくが、ここにいる奴らはみんなそんなにやわじゃねえぞ。私だっていざとなったら一人でボスキャラを倒しちゃうよ。だから余計な心配してねえで、もっと俺たちを頼れ。ありがとう、みんな。うんうん、わかればよし。とりあえず今ある情報だけではこれ以上のことはわからないね。私も調べてみますが、このゲームの私はチュートリアルキャラクターという扱いになっています。そのためあまり深い位置のデータにはアクセスできないんです。力を貸してくれるだけでも嬉しいよ。できる限りでいいから、何か分かったら教えてくれるか。はい、頑張ります。プレミアちゃんのことはどうする？せっかくクエストが進み出したところだけど。俺はクエスト攻略を続けていこうと思う。プレミアを守ってやりたいし、なぜステータス設定がされていない状態なのか原因を知りたい。もしかしたら攻略を続けることで何かわかるかもしれない。そうだね、みんなで協力してクエストの最後まで導いてあげましょう。ああ、みんなよろしくな。アスナにシノ。うん、シノノンとお茶する約束していたからね。あ、そっか。じゃあ俺は席を外した方がいいかな。別にあんたがいるとできないような話はしてないわ、大丈夫よ。それよりもプレミアのクエストのこと何か分かった？それらしい情報を追ってはいるけど、大きなイベントは起きてないな。そういえばコルをもらうクエストはもう起動しなくなったんだってね。前にユイが言っていたクエスト参照番号が元の値に戻ったからだよ。他のプレイヤーはそんなことを知らないでしょうから、急にクエストが起動しなくなって不思議がっているでしょうね。とはいえ、事情を知っている俺らも次のクエストの起動方法が分かっていない状態なんだよな。クエストって待ってるだけじゃないよね。どこかで情報やアイテムを入手したり、誰かをクエストの場所に連れて行ったり、それこそプレミア自身をどこかに連れて行かないといけないのかもしれないわね。 NPC の設定が正常だったら次のクエストのヒントを教えてくれる作りだったとはいえ、少ない手がかりでクエストを解いていくのもそれはそれで楽しいんだぜ。そんなに目を輝かせないでよ。言いたいことはわかるけど。ならみんなで手分けしてプレミアちゃんに関係しそうな情報を集めようよ。それでもし怪しいところを見つけたら連れて行ってみるの。ヒントがない以上、自分たちの足で探すのは基本だよな。そうね、まずはその方法でやってみましょう。よし、みんなでプレミアのクエストを進めていこう。私が何でしょう。プレミア。話しかけただけで驚かれたということは、つまり私が何か間違ったことをし、いや、ちょうど今君のことを話していたからさ。こいつはね、あなたのことが気になってしょうがないの。私が気になる？それを言ったらみんなもそうだろ。プレミアちゃん、前にもあったように誰か。大丈夫です。もし襲われても、先日襲われた
走って逃げるを実行しますので。そっか、ならよかった。そういえば襲われてはいないのですが、声はかけられました。え、誰から？男の剣士がお茶でもどうかと。ああ、ナンパかしら。ナンパね。で、どうしたの？喉が渇いていなかったのでお断りしました。喉が渇いてなかったってそれ、喉が渇いてても誘いを受けちゃダメなやつだからな。そうなんですか。以後気をつけます。そうそう、焼き餅を焼く人がいるからね。おい、なんで俺の顔を見ながら言うんだよ。はいはい。それより、ひょっとして何か用事があってきたの？はい、お願いしたいことがあってきました。これってまさかクエストかもね。どんなお願いだ？俺でよければ協力するよ。私に戦闘を教えてください。え？戦闘？これはまた意外なお願いね。一時的に仲間に加えて一緒に戦う展開ならよくあるけど、戦闘を教えてほしいだなんて話、かなり珍しくない？じゃあやっぱりクエストの一環ってことなのかな。でも大丈夫かな。プレミアちゃんは非戦闘タイプのはずだし。いや、誰でも最初は不慣れなものだ。え？プレミア、俺の指導は厳しいけど大丈夫か？はい、大丈夫です。よし、それじゃあ早速フィー…ちょっと今のこいつの目、 SAO で私に戦闘を教えている時の目をしているわ。どうしてこう戦闘って言うとテンションが上がっちゃうんだろう。アスナ、シノ、ちょっと出かけてくるよ。本当に平気なの？問題ないって。無茶はさせないし、いざって時はちゃんと俺が守るからさ。あんた NPC にも見境ないわね。ん？もう、とにかく気をつけてね。わかってる。行こうぜ、プレミア。はい。よし、構えと普通の攻撃は大体そんな感じで大丈夫だろう。次は特別な技を練習しようか。俺たちはソードスキルって呼んでいるんだけど。教えてください。なら初歩の技からいこうか。まずは腰を落として剣を構える。プレミアは再剣だから、もう少し剣を胸の方に持っていって。こうでしょうか？いや、ちょっと違うな。もう少し足を前に出して重心を意識して。こうですか？うん。そうしたら初動のモーション、動き始めを意識するんだ。剣を出す際に体に自分の力とは違う何かを感じたら、あとは一気に剣を突き出す。一気に突き出す。俺に当たるとこだったぞ。ごめんなさい、手元が狂いました。焦らずやっていこう。必ずできるようになるからさ。わかりました。でしょうか。タイミングかな。もう少しためを作ってみて初動を意識した方がいいな。まあそんなすぐにできなくて当たり前だから。私に戦闘を教えるのは大変なら中止しても問題ありません。
これは、やめない。ちゃんとできるまでやろう。別に迷惑とかじゃないから。それにただのお願いであっても、君が望んだのなら協力してあげたい。わかりました、お願いします。うん、それじゃあもう一度。そう、そんな感じで構えてくれ。自分以外の力を感じたら、あとは流れに任せて剣を突く。力を感じたら突く。やった、うまくいったじゃないか。これがソードスキル。こうしてこう。だから危ないって。でもコツが分かりました。俺相手に、まあいいや、その調子だよ。今の感じを覚えておいてくれ。じゃあ仕上げに、そこら辺のモンスターと戦ってみよっか。大して強くない相手だし、俺も一緒に戦うから大丈夫だ。分かりました、一緒に戦います。頑張ろうな、プレミア。グッジョブ、プレミア。グッジョブ？いい感じだなってことだよ。なるほど。私はタイミングよくソードスキルが出せるようになりました。つまり、グッジョブです。ああ、グッジョブだ。それにしても、一向にクエストが発生しないな。戦闘を教わりたいっていうのは、プレミアの言う通り、本当にただのお願いだったのかもしれない。まあでも、それならそれでいい。協力してやりたいっていうのは嘘じゃないし。考え事ですか？あ、ごめん。それよりそろそろ町に戻ろうか。一気にいろいろやっても疲れるだろうし。また今度は続きをしよう。わかりました。また今度にします。次回はいよいよアインクラッド流ソードスキルだけでカレーの具材を全部切るという妙技をお見せしよう。は？結構すごいと思うんだけどな。じゃあ今日のところは帰ろう。あの、うん、戦闘を教えてくれてありがとう。さんに戦闘を教えていたんですよね。ああ、アスナに聞いたのか。ただ別にそれがクエストだったってわけじゃなかったけど。クエストじゃなかったということは、戦闘を教えてほしいというのはプレミアの意思だったということになるのかな。 AI 化された NPC は常に情報を蓄積し、自身で判断を取ることができます。きっとプレミアさんは戦闘をすることが必要だと自分で判断したのではないでしょうか。なるほど。でも自分からお願いしてくるってなんだか嬉しいな。皆さんの心はいつだって温かいんです。そうした思いは AI である私たちにもしっかり届きます。
SAO の時壊れてしまっていた私はパパとママの思いを受けて救われました。プレミアさんもきっと皆さんの優しさに触れて心が豊かになっているんです。思いは届くか。よし、これからもプレミアに付き合ってあげないとな。はい。ユイやプレミア、それに他の多くの NPC たちはプログラムであっても確かなる存在なんだ。